どうも皆さんこんにちはチャックバスです。本日はですね、先日レボリュートで不正利用をね、私くらいまして、カードがね、 交換したのがやっとね、到着いたしました。ということで、今回ですね、レボリュートでね、不正利用を食らいまして、まあ、返金自体はですね、今仮返金状態で、まあ、返金はいただけて、まあ、このまま問題がなければ、そのままねこ、これは終了するわけなんですけども、まあ、今回ね、レボリュートで不正利用を食らった、まあ、この全体的な経緯をですね、結構いろんな質問ね、来ておりましたので、まとめてね、紹介していきたいな、なんていうふうに、 思いますでまずですね動画でね何回も言っておりますけども、まあ、今回ねレボリュートで不正利用ね食らいましたけどもレボリュートが悪いとかレボリュートが信用できないとかね、まあ、そういう話ではなくてですねまあ、これね誰がどう当たるかね不正利用食らった方ねわ、まあ、かると思うんですけれども私もねよくよく考えると結構昔ね一回も家から出してない使ったこともないカードでね不正利用食らってちょっとカード会社忘れちゃいましたけども電話かかってきてその金額ね請求 もね取り消してもらったようなまあ、そんな話もねありましたので、まあ、どこでどういうふうにね当たるかっていうのは正直わかんないんですよねでまたね今回この私がくらったのはねプリペイドカードしかもね年会費もかからないですし発送手数料も何もかからないねこのレボリュートで今回食らってしかもね返金もいただけたっていう風になりますんで、まあ、個人的にはですねレボリュートねかなり信頼感はね上がりましたね普通の他の他プリペイドドカードまあ キャッシュとかね、一応あの、警察とかに届けると不正利用のね、あれはあるみたいなんですけども、基本的にプリペってないんですよね。ですので、まあ今回ね、不正利用を喰らって、ま返金いただけたっていうふうになりますんで、まあ、レボリュートはね、今後私は使っていきたいと思いますし、もうおすすめもね、させていただこうかな、なんていうふうに思っておりますんで、まあこの点はね、覚えておいていただければなと思います。まずね、今回、不正利用をくらった、まあ、経緯なんですけども、 もうちょっとここにね、画像を出しておきますけれども、4月の13日ですね、この NC ソフトっていうところと、360度デイズプロテインっていうところに、不正利用されたっていうふうになりまして、 まずね1円の請求まあこれなんか試しでねよく1円の請求ってあるじゃないですかまああれが来てまあ、その後ですね NC ソフトっていうところに2枚をね3回分けてまあ合計ね6万1円の不正利用にあったっていった形になるんですよねでまずねこの1円の利用がね来た時点でまあ、私がね、まあ、携帯を持っているじゃないですかでレボリュートっていうのは使ったら通知が来ますよねまあこういうのをねちゃんと設定しておけばですね、まあ、そこで けけければ良かったわけなんですけども、まあ、私はね通知を基本的に切っておりますので、まあ、全然気づかずですね4月の15日に、まあ、夜ねたまたまなんかの案件で利用しようと思ったら6万円あれこんなに減ってたっけなみたいな感じになって、まあ、気が付いて、まあ、6万円減ってたっていう感じになるんですよね。ですぐね気づいて 返金申請を行いました。で、このね、返金申請の方法なんですけども、これね、レボリュートの取引画面なんですけども、こちらね、あの、利用金額ありますよね。これをタップしていただくとですね、右側の、真ん中のね、画像に行きます。で、下の方に行くと問題を報告っていうのがね、 ありますよね。で、これをタップするとですね、さらにね、次の画面に行って、えー、第三者によって利用されましたみたいな、まあこういった項目があるんですよね。まあこれをしていただくと、まあ返金申請みたいな感じで、えー、利用することができるっていった形になるんですよね。ですので、まあ今後ね、まあこういったことが起きた場合には、まあここでね、返金申請をね、していただければなぁと思います。ですぐね、返金申請を行って、まあ2日後ぐらいにですね、仮,申、えー、仮返金 みたいな感じで、まあ、私のアカウントにね6万1円がね、えー、返ってきたっていった形になります。またねあの返金 申請をしたらですねメールでもねレブリュートから来て、まあ、今回のねこういった経緯がありましたで返金しえ仮返金で行わせていただきますみたいなね、まあ、こういった、えー、メールもね届きまして、まあ、このままね何事もなければ、まあ、このままあのこの話は終わりっていうふうになりましてもしダメだったららねねこちら請求が来るんですか、ねまあ、一応ね、まあ、そういった文言は記載があったんですけども、まあ、6万円っていう金額をねそんな簡単に返してくるっていうふうになりますんで。 non <susurra> またダメになるみたいなことはあるのかちょっとはわからないですけども、今現在は一応ね、仮返金状態で、まあ、返金いただけて、その赤、なんつか、あの残高も普通に利用することができるっていう状態にあります。これでもしダメだったとかね、まあ、そういった話がありましたら、またね、動画撮りたいななんていうふうに思うんですけども、まあ、こういった感じでね、今回ね、不正利用を食らったっていうふうになるわけなんですけども、まあ、今回のね、動画を出しまして、非常にね、あの、温かいコメントでいただきまして、本当にありがとうございました。 でまたですね、質問も結構届いておりまして、 あの私のレボリュートカードねえいつも出してるカードはこれなんですけどももう一枚ねグレーのカードを私持ってるんですよねあれ年会費有料のカードなんですけどもあれはねあの年会費有料の私がねプランだから今回対応してもらえたのかっていう質問が来てたんですけどもまあこれはですねこのグレーのカードに関してはたまたまねキャンペーンかなんかでもらえたんですよねですのであのカードを持っているっていうだけで特にね私は年会費有料のねプランには加入しておりません昔ねあのメタルが出た 時にまあたありましたよねあれを乗るために利用させていただきましたけれどもこの不正利用ね、えー、食らった時には年会費無料のね会員で利用させていただいておりましたで次にですねいろんなサイトで利用していましたかっていうね質問が来ておりました 2022年にね世界一周利用したときは、このレボリュートね、まあ、これも新しいカードで、ね、前のカードになりますけれども、レボリュートをねメイン決済で、あとソニー、バンコーレットでもね使ってたんですけども、そのどちらかでねあのメイン決済として利用しておりましたので、いろんなところでね利用しておりました。で またですね、あの、サイトね、まあ、インターネットのサイトで、まあ、あの、高速代のチケットだったり、また、入国のね、あの、インターネットで申請してお金がかかるようなところ、まあ、そういったところも、このね、レボリュートで利用していたっていうふうになりますんで、まあ、いろんなサイト使ってたかっていうと、まあ、使ってたっていう感じですかね。まあ、2022年にはね、かなり使ってましたけども、まあ、最近はね、たまに使うぐらいっていうふうになりますんで、まあ、そこまで使ってなかったかなっていう感じですね。で、 このレボリュートはですねバーチャルカードっていう、まあ、その時だけ利用できる、ね、カードみたいなのが、まあ、作ることができるんですよねですので今後はねこの現物のカード番号ではなくてそのカード番号を作成して、まあ、今後は、ね、利用していきたいななんていうふうに思っておりますこの利用方法とかもねちょっと後で解説させていただこうかなと思いますで次にですね不正利用されやすいカードはあるかこれに関してはですねあれないですね 冒頭にも言ったと思いますけれども不正利用っていうのはあのカードの羅列でクラックあの来るっていうふうになりますんでまあ私が以前ね あの今回はまあレボリュートいろんなサイトで使ってたカードですけども、まあ、以前ね、食らった時は家から出したこともない使ったこともないカードでも、まあ、不正利用ね、食らったっていうふうになりますんで、まあ、クレジットカードってあるね番号の羅列なんでね、まあ、どのカードが当たりやすいとか当たりにくいとかねされやすいとかされにくいとかね、まあ、こういったものは基本的にないと思ってください誰が当たるかも基本的にはわからないですねで、解約した方がいいかっていうね えー、質問と、えー、心当たりはあるかっていうね、質問も来てたんですけども、まずね、心当たりはね、ありません。はい。まあ、いろんなサイトでね、世界一周でも使ってましたんで、使ってたところは本当に世界中いろんなところでね、使ってましたんで、まあ、それは、あの、使ってたっていう経緯はありますけども、心当たりがあるかって言われると、なんか怪しいサイトで使いましたみたいなね、まあ、そういったのは、 ないですかねで解約した方がいいかっていうね、えー、質問が来てたんですけどもまあこれはねまあお好みになりますよねまあ確かにこうやって不正利用をね直にあの食らってしまうとまあ私のチャンネル見ててね平井さん食らったみたいな感じで思うとねやっぱり嫌だなって思う人はねやっぱり出てきてしまいますよね私ももうプリペ嫌だなって一瞬思いましたけども今回ね食らって改めて思ったのはセキュリティが甘すぎたなっていうのは本当に自分自身思いましてやっぱり ね、プリペはプリペであの対策をしなきゃいけないっていうのを。 当たったたっっこととがなかんんででね今までほとんどだからちょっとねセキュリティ的に自分が甘かった部分がね非常に強かったかななんていうふうに思いますんでまあ解約した方がいいかっていうのはですねご自身で選んでいただくのがねいいのではないのかなと思いますまあこういったことがね起きた後にですねクレジットカード会社であれば基本的にね保証してくれますのでまあここはねプリペとカードの違いまあ今回ねレボリューター保証していただきましたけども、まあ、こういうのはもう嫌だっていう方はまあクレジットカード1本にねして頂くの ももまあ,ありなのではな,いのかなななののでではいいかんんていうふうに思うんですけれども個人的にはね、レボリュートを私は今後も使っていきたいななんていうふうに思っております。それでは次に対策についてなんですけれども、今回ね、不正利用を食らって、ちょっとね、動画がスクリーンショットで撮れないので、ちょっと画像で紹介していただく感じになるんですけども、まずですね、レボリュートを開いていただいて、カードっていうのがね、上にあると思いますので、カードをね、押していただきます。そうするとですね、 私は今ね、もうオンラインショッピングが1日の上限を達成しました。えー、IUEO っていうカードはブロックされています。で、スタンダードカードですね。それが、この新しく届いたね、このレボリュートのカードなんですけども、これがね、えー、今出ております。まずですね、オンラインショッピングのこのカードっていうのは、これね、ちょっとね、私は、 これをね、凍結する方法はちょっとわかんないんですよね。あのできるっていう方もね、確か動画のコメントで来ておりましたんで、ちょっとね、わかるんだったら教えていただきたいんですけども、このオンラインショッピングのカードをね、凍結する方法っていうのはちょっとね、僕はわからないです。で、次にね、えー、バーチャルカードですね。これ私、あの、もう今後はね、ネット決済はもう全部これ使っていこうかななんていうふうに思ってるんですけども、今ね、カードがブロックされていますっていうのが出てると思うんですけども、これ今私が凍結をしてるんですよね。 凍結をしてるとこの番号は使えないっていう風になっておりましてここ凍結解除をね押していただくとまあこういった感じで私の i u a をカードが使えるようになりますでカード番号をね詳細表示するを設定するとまあ表示されるという感じですねまあ設定としてご利用上限とかねまあそういったものはまあこれでもねかけることができるっていう風になるわけなんですけどもまあ基本的にはここを常に凍結しといていただければまあこのカードがね使えることはないっていう風になりますんで まあこれでね、いいのではないのかなと思います。もしこのカードが使いたくなったら、まあ解除,解除して番号を入れて、まあ購入して、で、その後また、えー、凍結みたいな。まあこれを繰り返していただく感じですね。で、次にですね、スタンダード会員っていうのがあると思うんですけども、これをね、クリックしていただきます。そうするとですね、 このカードのね、設定が見れると思うんですけども、このカードの設定ですね、まあもちろん凍結すれば使うことができなくなります。で、これのね、設定をしていただきますよね。そうすると、まあご利用上限とかカード名とかね、暗証番号とかいろいろあると思うんですけども、一番下にですね、オンライン取引ってのがありますよね。 これをオンオフすることができるんですよね。ですので、私はね、もうこれオフにしておりますので、これがね、ネットで使えることはないんですよね。ですので、実店舗で えー、スワイプとかね、タッチ決済とかね、あの ATM の引き出しとかは今はもね、できるわけなんですけども、インターネットでこの番号を入れて利用するっていうことは今できなくなってるんですよね。ですので、まあ、これでいいのではないのかな、なんていうふうに思いますので、まあ、今後はね、これで使って、まあ、オンライン取引はバーチャルカードを使ってね、まあ、こういった感じで利用していけば、まあ、基本的にはね、大丈夫かな、なんていうふうに思いますので、まあ、心配な方はね、これも凍結して、まあ、使う時だけね、 解除して使うみたいなまあ、そういった利用方法もねいいと思いますので、まあ、ここはねお好みで選んでいただければななんていうふうに思うんですけどもまあ、こういった感じでですね。対策自体はね。できますので、まあ、ちょっとね。面倒な部分はありますけどもまあ、これをね。 実店舗で使って、オンラインショッピングに関しては、バーチャルカードを使っていただければね、その番号が漏れるっていうことはね、まあ基本的にはないと思いますので、今後ね、利用されたいっていう方は是非ね、参考にしていただければなと思います。 ということで、今回ですね、レボリュートでちょっと不正利用ね、食らってしまいましたので、経緯をね、ちょっとまとめさせていただいたわけなんですけども、まあ、今後ね、まあ、今回私が、えー、食らって、あのー、利用されたくないっていう方もね、中にはいらっしゃると思いますけども、まあ、私はね、今後も使っていきたいな、なんていうふうに思いますので、まあ、ひとまずね、プリペは自分で管理することがね、必須っていうふうになりますんで、私がね、進めさせていただいている、イデアとかね、ビーオンさんとかもありますけども、まあ、ここら辺もね、 買うときはロックを解除。 使わないときは、ロックしといていただいてね、あの自己防衛はね、確実にしていただいて、利用ね、していただければなと思います。まあ、ちょっとイデアはね、残念ながらですね、先日ね、あの、アメックスからのポイントが0円、0ポイントになってしまいましたので、まあ、今後ね、B4 さんぐらいしかね、お勧めすることができないかななんていうふうに思いますので、まあ、そっちがメインになるかと思うんですけども、まあ、ひとまずね、自己防衛は自分でね、していただくのはね、間違いなく必要になってくると思いますので、この点はね、 覚えておいていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方はいいね。チャンネル登録、ぜひお願いいたします。私、これツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ